伊勢島ユースホステルは、日本ユースホステル協会に加盟している、三重県島市磯部町穴川のユースホステル。1963年12月22日開設。ゲストルーム、駐車場、自炊室、会議室、洗濯機、衣類乾燥機あり。1992年8月に改築が行われている。鉄道ファンである経営者が、ユースホステル前の土地に鉄道を布設し、 2016年7月30日に開通した。この鉄道は伊勢島鉄道ループラインと命名され、コインチゲージの上をモーター駆動の3両編成の列車が走行する。車両は低都高速度交通営眼で使われていたものを模しており、1両あたり3人乗車できる。車両トレールは鉄道模型メーカーへの特注品である。開通時は、 玄関から駐車場までの35メートルの直線区間の運行であったが、周回できるように延伸を続け、同年11月29日に氷炭型のループラインが完成した。ループライン完成後も緑のトンネルの設置、鉄道信号機、踏切の整備を行って、鉄道設備の充実を図っており、さらなる延伸構想もある。グループや家族などで宿泊する場合は、 無料で乗車できる。予約すれば、有料で宿泊せずとも利用できる。毎月2から3日、臨時休館あり投資施設は、三重県道61号磯部大王線から少し南下した高台の上にある。ありがとうございます。